ไปด้วยครับระยะนั้นยื้อยื้อไหมครับหรือว่าพอดีชั้นเดียวก็พอดีแล้วครับหรือว่าชั้นเดียวพอดีอ๋อครับลองสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีแล้วค่อยสั่งเพิ่มโลโก้เนื้อย่างด้วยไหมคะอะไรครับเนื้อย่างเนื้อย่างหรือว่ายังไงดีนะอ่ะส้มตำดีกว่าครับส้มตำไทยหรือตำปลาตำตำปลาด้วยครับแต่ว่าไม่ต้องใส่ปูเค็มครับตำปลาไม่ใส่ครับก็อะไรดีนะเผ็ดไหมคะธรรมดาปกติเนาะใส่พริกเม็ดเดียวเองครับก็เอาโคกด้วยครับขึ้นดื่มนะครับโคกครับตอนนี้นะคะครับはいということですいませんちょっとあの注文が重なってしまったんでなんかやっぱり切れますねということでちょっとメガネ変えようかなあの遠いところが見たかったんでメガネをちょっとあのバイク用のメガネにしてたんですけどもやっぱちょっと米は読みにくいのでなんかこんなことしてるとすごい年取った感じしてきますねこんななんか遠くが見えん近くが見えんみたいななんか嫌ですねはいということで音だけならセーフ。あ、音だけならさ、でも音嫌やな。常識的にはアウトかもしれませんと。主の論理は、セルカ号を持っていればスペシャルなマッサージをされない。そうそうそうなんですよ。そう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 。主自撮り棒が、自撮り棒売ってる店ありますかと。あるよと。鶏肉刺す棒売ってる店ってそれはあ自撮りのね。おおこれはうまい。偽人さんうまいよ。そこ主運転手氏の電話番号ゲットしましたゲットしました、呼ばれたから来たよとセルカ棒の店が見つからなくて合コンちゃうんかよといや合コンまあやるんだったらこの店ですけど誰もいないよ、ラオスでタイの曲があまだタイそう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 まだタイなんですねまだタイなんですあ声似てましたかそうかあ僕ね金眼ですよ全然金眼ですすっごい気になるんですよ僕あちなみにこれまあここがメコン川ですこれメコン川ですこれさっきもね虹のとこも見て虹のシーンをね見ていただいた方はあれだと思うんですけどこれメコン川ですよで向こうに見えてるあの光が、ラオスの側の町の光ですこっちから見るとね、点点点点しか見えてないでしょう。いや実際本当にあんまり発展してないですよ。もう向こうの方この辺とかもうね真っ暗ですからね。もうねすぐに、まあ、こんな感じなんですよね。まあ、真っ暗で別になんてことはないんですけど、川からちょうどね向こうから風が吹いてきてるので、まあしかもビュービューな風じゃないんでこれいい感じかもしれないですね。で、あこれ今気づいたんですけど、これ炎天下じゃないんでこれ上はこうやって木がこうドーンとここの木なんですけどこの木がこうドーンと出てるんですよねこれねだからこれのおかげで直射日光がすごい少ないんだと思いますこれ普段もこれいい配慮ですねあ嫁の声に似た方がいらっしゃいましたよ嫁も年寄ったらこんな感じになるのかもしれないですね。この雰囲気なんとなく似てるような気がしてきました。パブカップ。飲むまではストローのところのこのカバーをつけてくれてるというサービスなんですけども、僕にとってはこれちょっと片手なので外しにくいという。さあ、まあ皆さん KP です。ありがとうございます。こんな僕の一人旅に付き合っていただきまして、
ただのコーラやのになんかうまいな。やっぱこれが旅なんでしょうね。やっぱね、毎回思うんですけど。2度目の自撮り棒、新鮮なリアクション、まあ、あのね、僕ね、いちいち忘れてるのもある。あの1回目2回目とか、金屋の主メコン川ですと指さしてますが、それはレジですって。レジを間違うの？レジって明るいやん。 あそこになんかあれ何ですか、猫ですよね。めっちゃでかくない、あの猫。あれ猫やんね。いや猫やな。なんかすごいでかいよ。何かを間違えてないかね君。そうでもないんか。胴体が太いだけか、まあ、顔はね猫の大きさだな。てん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 しか見えてないでしょと言っている。それは遠くのスキンヘッドのおじさん。お、それはじゃあエコじゃないですか。すごい。マッサージ師、それは何ですか。カメラと自撮り棒です。マッサージ師いいですね。宣伝なのでスペシャルマッサージをで。あ、まあ、やあの、あれです、あの、なんだっけ、あの宝くじ売りのおばちゃんがやってきました。あ、買わなくてもなんかねちょっと話したりしてるでしょう。ああいう人にねなれたらいいんですよね、本当はね。面白おかしく言えたりしたらね。あ、KP ありがとうございます。皆さん、店員さん中年の方なんでしょうけど肌ツルツル。あ、そうなんですよね。あの本当にねこの伊山のあたりにいる人って肌ツルツルの人すごい多いんですよ。あとラオス人も。あれはやっぱ食べ物なんでしょうね、本当に。猫知ったでしょ。間違えてるのはあなたです。猫やんねと言ってる。それライオンってやばいやばいやん、こんなの。だって至近距離ですよ。まだあそこにいるけど至近距離ですよ。絶対ライオンとかやったらここまで、まあ、ここまでジャンプは。わ、でもなライオンってめっちゃ飛ぶって言うからな。主の論理にスキンヘッドの明かりはエコ。いやほんまにほんまにほんまそうですよ。非法チキン主、今回も宝くじ屋をスルーして億万長者になるチャンスを。あの日本ってね今10億でしょ、あの年末ジャンボとサマー、今サマーかでしょ。あれね、あのこっちだと以前ね1枚当たったら300万バーツだったんですよ。ということはまあ単純計算3でかけたら900万円だったんですけど、それが政府がなんかあのここまでやるとその調子に乗るやつが出てくると言って1枚当たったら、今200万バーツで、600万円になったんですよ。なのに販売額変わらん、あの販売してるね価格は変わらんね。もうほんま なんやねんみたいな。それまあただねタイの場合2枚1セットで大体売ってるんで、まあ、結局料金ももちろん2倍になるんですけども、大体まあだから2枚セットで大体みんな買ってて、で組番号っていうのは関係なしになってるんでタイの場合。だからまあ当たったら結局、400万バーツ1200万円ぐらいにはなるんですけどね。でも当たるどころか僕あの真っ当すら当たったことないです。2桁すら当たったことない。もう買う意味がないと思ってもうやめました。猫しライオンは主がグルメを、食べてたらふく太ってからのこのこと、川辺に出てくるの。あ、なるほどね。賢いね君。賢いよ君。お、早くも運ばれてきたんじゃないでしょうか。お、あ、食べて、あ、食べて、お、食べて、อ๋อครับอันนี้พริกทอดอ๋อทอดครับครับส้มตำปลาอ๋อครับขอบคุณนะครับโอ้ครับさあ揃いました。こちらがそのプラブックです。とうとう巡り合いましたよプラブックに。前は食えなかったプラブック。
で、こちらがソムタムです。まあ、明日からもソムタム漬けになるんですけどね、僕。でもあの、タイのイサン側のソムタムとラオスのソムタムはまたちょっと違うので、まあ、この際これをちょっとちゃんと押さえておこうと思いまして。そしてライス。思えばイサンでソムタム食うの久しぶりですね。というかイサン自体久しぶりですね。このイサン地方って言うんですけどね、この辺り。ということで、ちょっとすいません、一回写真撮らせてください。申し訳ない。はい、ということで、戻ってきました。さあ、それではいよいよプラブックを食いたいと思います。メコンオーナマンス。さあ、辛さはちゃんと聞いてくれました。辛くなくもできるよって言ってくれて、向こうから親切に言ってくれました。せっかくなんで、このでっかいとこちょっと行ってみましょう。さあ、食ってみます。なるほど。あのね、やっぱりね、魚は魚ですよ。やっぱり豚肉では絶対ないけども、もう一つ分かったのは、ナマズっぽくもない。あのね、結構脂がガッチリ乗ってるんですよ。なんですけども、油がまず上品ですね。すっごい。見てみましょう、もう一回。あの、上品な油かと言われるとちょっと自信はないんですけども、あの、ただ全然しつこくない油ですよ、これ。これはどうなんでしょう。あの、日本人が思うようなその魚のうまみとは違うけど、あれ、これゼリー状のとこ出てきたよ。これほら、めっちゃプルンプルンする。皮かな、これ。あ、これはうまい。この皮の部分はめちゃくちゃうまいぞ。あ、このコラーゲンはすごいな。あ、これはうまいわ。中の肉はあれですけど、皮の部分はめちゃめちゃうまいですね。さあ、ということで、すみません、ちょっと熱中してしまったんですけども、コメ読みを。なんでしょうね、それと、単純に1位の金額を減らして、いや、誰か、そうでしょう。いや、ほんまそうなんですよ。ご覧いただいているのは固めてあるだけなのに、なぜかうまそうに見えるライスと謎の、あ、こっちね、こっちを食べてしまいましたけど、謎の書籍プラブック。書籍やね、ほんまや。これが遺産の遺産です。遺産が出るでしょ。あ、まあ、僕遺産肩気味なんでね。いや、これはうまいわ。あ、っていうか、俺よく考えたら、これ2つあるの、あの、これで食えってことですよね。めっちゃこの、あの、取る用のスプーンでめっちゃ、あの、食ってしまってました。ちょっと一回置きます。自身手柄を増やしておきました。まあ確かにね、これトリプルで来たもんね、今回の遺産のはね。見てみましょうよと、僕は食べたことない上品でとろけるような究極の一品を食べて気絶するところをお送りしておりますと。まあもう、それはもう間違いなしね。それも間違いないよ。さあ、まあ取り皿をちゃんと用意しておきました。すごいはしたない食い方をしてたね。
申し訳ない。さあこちらのソムタム、ちょうどの味に仕上げたはずです。僕あれは1本出て言いましたんで、唐辛子は1本だけと指定しましたんで、あ、絶品です。絶品でした。これはうまい。めちゃくちゃあっさりしてて、これすごいヘルシーな感じがするのに、ちゃんとすごい下味が効いてます。これはうまい。うん。あ、これはこのイサンの人たちにはどうかわからないですけど、これ外国人には絶対バカウケですね。これはうまいわ。しかも僕はソムタンパラっていうやつにしたんですけど、発酵した魚をドロドロになったやつね、液体状になったやつを混ぜてもらってるんですけども、それを混ぜた状態にして、これだけの泥臭みのなさっていうのはもうすごいな、これ。うん、これはうまい。これ大正解でしたね。あ、これはうまいわ。いやー、これはうまいわ、ほんまに。隣の客、これちょうだい。コラアゲン、あ、コラアゲンコーラアゲインって聞いて、店員さんがもうすでにコーラもう一杯持ってきてくれてたりとかね。ジンさん見てはりますかと、ジンさんが果たせなかった夢今成し遂げてやります。マジでトリプルで、ちょっと絶品でした。ほんまに絶品でした。これはうまいわ。本当にあれですね、これから未来にね、 5G の時代来ますけど、これが 6G、7G と、もし将来どんどん進んだら、この味をお伝えできたら最高っすね。いや、これはほんまにうまかった。まあ、こっちは、まあ、正直だからちょっとかすんできましたよ。うまいけど、全然うまいけど、でもコラーゲンとこはすごいですよ。あ、コラーゲンいいや、これもうまいな、やっぱり。ちょっと生酢って脂のある食べ物なんですけども、うん、それ食べて、このソムタム食べて、でしかもね、僕改めて気づいたんですけど、イサンってもち米の、まあ、町なんですよ。町というか地域なんですよ。まあ、もちろんこうした普通の白米もあるんですけどね、でもみんな大体もち米なんですよ。で、僕は明日からラオス入りするので、まあ、ほぼ間違いなくもち米ワールドなんですね、向こうは。そんな中でこの普通の白米食ってよかったような気がします。僕の個人的な感想では、このこっちはもち米で全然いけるんですけど、この味だとやっぱサラダっぽいんで白米でしたね、やっぱり。うん、これ当たりですね。いや、来てよかった。まあ、直接ラオスに行ってたら絶対この味は味わえなかったので、まあ、ビエンチャンだったらあるのかもしれないですけど、少なくとも向かいのターケットでは絶対この味は食えなかったんだよ。これだけでも当たりですね。あ、電話かかってきた。ちょっとよ。
え、 LINE は出られん、マイクに問題発生で出られん。あ、そういうことか。ちょっとすいません、電話かかってきたけども出れないという風になったんで、これやっぱり出られへんねんね、 LINE の電話は。マイクを使用中のために出られませんだったんで、すいません、ちょっと申し訳ないですけど、一回聞いて電話していいですか。やっぱ嫁からの電話だったんですけどね。あ、わかりました、ありがとうございます。で、すいません、あのタイムライン見てたら、ジンさんも草葉の陰から見てるということで、ありがとうございます。合計11名の皆さんもいらっしゃるんですけど、申し訳ない、あの電話切れたらすぐにまたもう一回始めますんで、ちょっとお待ちください、申し訳ない。あのしかも片手でしか申し訳ないを出せないんですけど、これセルカーボンもなしなんで申し訳ない。ちょっと一回切ります。